えー、こんにちは稼働部の皆様、えー、今日はですねみんなの銀行のことをちょっとまたお話し,しようかと思いますもうすでに YouTube 活動を始められて何本も動画を上げたりとかですねそこから収益を得たりしているというのがまあ現状だと思います人によってはですね自分のコミュニティを販売しているということもあると思いますね、まあ、つまり少ない再生数でもきっちりとお金を稼いでいくことができるってことが体感できるんじゃないかなと思いますいずれで,ですね順番に どういう方がどういうふうな形でお金を稼いでいるのかってことをこの稼働部の中で紹介していこうかと思いますけども今日はみんなの銀行を使ってアクセスを取りながら稼いでいいくというここととをねお話ししていいうかと思いますみんなの銀行っていうのはご存知ですかねあの福岡フィナンシャルグループっていうところが開発しているアプリなんですけども本当にねあの窓口に行かずにこのアプリ上だけで銀行口座ができちゃうって仕組みなんですよ。これ 新しい銀行の形として、こちらが主流になると思うんですけども、今のところまだね、銀行の窓口に行ったりとか、ATM に並んだりっていうのが、多くの方が使われていることだと思います。私はすでに、ほとんどオンラインで、銀行間取引を済ませている身なんですけども、このみんなの銀行って本当に使い勝手が良くって、むちゃくちゃ便利ですよ。特に ATM に並ばなくていいとかね、銀行にわざわざ行かなくていいっていうのが魅力ですよね。そして、このみんなの銀行なんですけども、まあ、今、キャンペーンをね、 6月からずっとやってましてもう半年以上になるんですけどもどういうことかっていうと「みんなの銀行」っていうのはスマホアプリのアップルストアとか google play からダウンロードできてこの中に入れることができるんですよ。でスマホの中に「みんなの銀行」というアプリを入れた後にプロフィール作成の欄がありますからそのプロフィールにお名前ですとかねそれから免許証番号とか打ち込む欄がありますけどもそこに「紹介者コード」っていうのを入れていただくと「紹介者を受けた」ということで。 報酬が入るるよようになってるんですよねこの報酬の入る仕組みっていうのは紹介コードを提供した人と紹介コードを持ってプロフィールを完成させた人を両方に入るようになってるんですよつまり今回この紹介コードを入れていただくと私にも報酬が当然入るんですけども新しくみんなの銀行の口座を作った方にも入るんですよこの仕組みを利用するとですね何が言いたいかっていうと 皆さんの作ってる YouTube チャンネルありますよね。その YouTube チャンネルの中で、今回私がこういう風にお話ししているような、みんなの銀行を紹介する動画っていうのを作ると、そこから新しいアクセスも呼び込めますし、もちろん、みんなの銀行っていうキーワードもあー集客に一つ寄与するでしょう。またですね、誰でも簡単に儲かる方法とか、そして、ブラックでも作れる銀行口座とかね、自己破産しても作れる銀行口座みたいな感じで、いろんなタイトルでね、 一つのこのここアプリを紹介すするるとができるんできんよつまりこういうふうな動画更新を繰り返すことによってみんなの銀行というアプリを通じて報酬が入るようになってるんですねちなみに私の場合今1500円入りましたんでまたあの合計でですね、えー、合計でマックスが30万になるまでどんどん積み上がっていくってことになりますもうそろそろ私も30万にいっちゃうんでこの活動ができなくなっちゃうんですけどもまだね30万いってない方はあみんなの銀行を紹介する動画を それぞれの YouTube チャンネルの中に時たまね織り交ぜることによって新しいアクセスとそれから直接の収入を得ることができるということになります YouTube で低アクセスでも稼ぐことができるものの一つにはこういうふうな紹介案件を扱うってこともできますよね特にお返しな紹介案件ではなくて普通の銀行のねアプリですからねでこの銀行のアプリ使わなくてはならないってことはありませんので非常に使えるんじゃないかなと思いますえぜひ、ね、今回もこののみんなの銀行というアプリ この動画を見終わった後にそれぞれ動画を作ってアップロードしてみてください。そして1本だけではなくてね、週に1回ぐらいはこういう風な、みんなの銀行っていう新しい動画をアップロードすることによって、アクセスをどんどん呼び込みながら、報酬につなげていっていただきたいと思います。では本日は以上です。